部下から尊敬されるにはたった一つの方法で本当にいいんですか？皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、私セールスアソシエイツの横山です。洋財管理大学へようこそ。本日のテーマは、部下から尊敬される上司になるたった一つの方法です。部下から尊敬されたいよね。まあされたくないっていう人もいるかもしれないんですけど、多分その方がお互い楽なんじゃないかな、お互いハッピーなんじゃないかなというふうに思います。尊敬なんか全然されなくても結構ですよって皆さん思うかもしれないんですけども、でも結果的に上司が一生懸命やってると、まあ尊敬されるってこともあるじゃないですか。でも一生懸命やってるにもかかわらず、なんかね、部下がついてこないとか、部下からね、まあ白い目で見られるっていうわけではないんだけれども、なんとなく軽く扱われてるような気がする。なんか違うって思ってる方いると思うんですよ。じゃあどうすればいいのか、今回はその話をねしていきたいと思います。こちらの YouTube チャンネルは、日立製作所で SFA CRM の設計開発導入支援をやってきた横山が、営業目標を安定的に達成させるためのマネジメント仕組みスキルについてご紹介するチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行きましょう。今回は3部構成となっています。まず尊敬されない上司の特徴、これが1つ目。そして2つ目が尊敬されない上司の姿勢です。そして3つ目が部下から尊敬される上司になるたった一つの方法。まあ、今回のテーマを3つ目でお話をするということですね。今回の動画最後まで見ることによって、皆さん間違いなく部下から尊敬されます。部下だけではなくって同僚からも、そして社長からも尊敬されると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。まず尊敬されない上司ってどんな特徴を持ってるか、それはね、いつも上司が愚痴っぽく部下のことを言う、まあ、これをね上司もやってるってことなんですよね。例えば私がよく聞くのは、横山さん、うちの部下ね主体性がないんです。言うんだけど、あなたは主体性があるんですかって聞きたくなるんですよね。例えば余罪管理、私もがこの YouTube チャンネルでご紹介しているのが、この営業目標を絶対達成させる、まあ、余罪管理っていうテクニックなんですね。で、余罪管理って目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法なんですけど、この余罪管理の考え方をぜひとも社内に浸透させたいと思っている営業課長さんがいると。で、そういう方に対して、どうですかって私も言うわけなんですけど、いや、横山さん、課長の私が決めることではないじゃないですか。やっぱりこういうのはね、部長とか社長が決めてくれないといけないと思うんですよね。部長がどういうかだと思うんですよ。あと、営業部長というよりも、専務が結構ね、当社の営業組織を見てるんですよね。専務がどういうかですね、みたいな感じで言っている課長、あなた主体性あるんですかということです。これ重要ですよね。もっと主体的にやれよとか、もっとチャレンジ精神でやれよって部下に言ってるにもかかわらず、あなたはどうなのということですね。こんなことで部下に尊敬されると思いますか？もし余罪管理がいいんだって課長が言うと、で部下も、よくわからないけど課長が言うんだったら、じゃあそれやってみますかと、余罪管理シートをダウンロードして私記入しようと思ってるんですと部下から言われても、ちょっと待てと、部長がどういうかだな、こういうものは営業部全員でやらなくちゃいけないだろう、うちの課だけやってもしょうがないしな、どうなんだろう、ちょっと待ってくれって言うと、いやいや、はっきりしてくれって言いたくなるじゃないですか。それがいいって課長が思うんだったら、うちの課だけでもやりましょうよと。何言ってんですか。うちの課だけでやってもしょうがないって言うんだったら、部長を説得してくださいよと。なんで俺が説得しなくちゃいけないんだよって言われたら、主体的に行けやって部下も言いたくなりますよね。いつもこっちのこと言ってるくせにっていう。ですから主体性がないとか、当事者意識に欠けているとかね、部下のことを言う人がいると思うんだけど、でもあなたはどうなのと言いたいですよね。部下から何か話しかけられて、これどうしましょうって言った時に、課長の俺が決めるかな、それは部長がどういう方ねみたいな、部長に聞いたのって言うと、いや部長には聞いてません。いや、そういうことは部長に聞いてよ、俺は違うでしょう、課長だからって部下言われたらどう思いますか。当事者意識がないでしょう。あなたは私の直属の上司ですよ。判断してくださいよ。あなた課長なんですから。あなたは私の上司なんですから。当事者意識に欠けてるって部下からは言いたくなりますよ。社長からもそうですよね。君聞いたよって。
部下から相談を受けて、それは部長はどう言ってたんですか、本部長はどう言ってたんですか、私が決めることですか、みたいなこと言ってるらしいじゃないか。君が決めるに決まってんだろ。誰々くんの、誰々ちゃんの上司は君なんだから、当事者意識欠けてるよって社長に怒られるかもしれないじゃないですか。部下は傍から見てるとその通りって思うわけですよ。なんで決めてくんないんだみたいなね。だから主体性がないとか、当事者意識に欠けてるとか、危機感が足りないとかあるわけですよね。社長はこうしていかなくちゃいけないんだと、外部環境はこんなに変化してる、円安が進んでいる、原材料がこれだけ高騰している、気候変動の問題だ、脱炭素の問題だ、いろんな産業変化が今どんどん起こっている、これから変わっていかなくちゃいけないんだって、社長がどん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 いろんなスピーチで喋ってるにもかかわらず、課長がまあそうは言われてもさーとか、現場は現場で忙しいんですよねとか、社長はいいよ社長だからさーみたいなことを言ってると、部下はいや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 危機感足りないだろって言いたくなるわけですよ。社長があれだけ言ってるんだから、課長あなたももっと危機感持って変化していこうとしなきゃダメじゃん、部下は思うわけですよね。ですから尊敬されない上司というのは結局ブーメランみたいに返ってくるっていうことです。部下に対して日頃から言ってるとモチベーションが足りないんだよと、上司に対しても言いたいわけですよ。部下はあなたもモチベーション足りないでしょっていうことです。じゃあ2つ目、尊敬されない上司の姿勢ですけど、まあこれはね勉強しないってことなんですよね。これは概要欄にも載せておきましたけれども、今人的資本経営というものがもう世界中で取り沙汰されていて、ようやく周回遅れで日本もやっていかなきゃいけないということで、政府がついに企業に対して介入をしていくっていうこと、これも発表してるんですよね。もしよくわからないっていう方は、先ほどご紹介した通り概要欄で紹介されているこの動画を見てください。でこういった動画も見ないんですよね。今企業としてはどれぐらい部下を育成してるのか、人材を育成してるのか、研修の時間とか研修にかかった費用であったり、研修の参加率とか、そういったものを開示しなさいっていうふうに政府が要求し始めてるっていうことなんですよね。皆さん知ってましたかっていうことです。 OJT とかは人材教育に入らないですからね。なので普通の仕事を通じて学んでいくってことはあるんだけど、それとは別にちゃんと時間を使って、で社内で研修をしてますか、外部の研修講師を雇ってちゃんと教育やってますか、これ開示しなさいっていうふうに言われてるわけですね。でもちろん抵抗していただいてもいいかもしれません。今の状態では罰則はないかもしれないんだけど、でも抵抗してる会社にいい人が入ると思いますかということです。でしょ、それは当たり前ですよね。優秀な人材だったらその会社がどれぐらい人的資本に投資をしているのかっていうのをちゃんと見るに決まってるわけですよ。その会社が将来性あるのか、その会社はちゃんと今業績安定してるのか、儲かってるのか、儲かってなくってもこれからね将来花咲くっていうんだったら優秀な人材はその会社に入りたいですよね。でなおかつ人的資本にちゃんと投資してるか、つまり人材投資しっかりやってるか、それはね見るっていうことなんですよね。だから開示しなさい、開示しました、で開示したところはちゃんとやってるってことに決まってるわけなんで、そういうところにいい人が行くっていうことになるわけですね。いい人が行ってさらにそこで人材育成がさらに進んでいったら、その会社はどん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 良くなっていく、つまり格差はどんどん広がっていく世の中になっていくっていうことなんですよね。でそんな世の中であるにもかかわらず、上司が勉強してない、そして感度が低い、勉強してなかったら感度が低いわけですよね。つまり私が今言った人的資本経営、何それ、何なのそれ、人的資本なんかよくわかんないけど、また新しいことは出てきたんですねみたいな感じで言ってると、 SDGs って一体何なの、脱炭素ってうちの業界とは関係なくない、 ESG って何ですか、気候変動問題知らないですけど、うちは特殊な業界なんでみたいな感じで上司が言ってると、はぁってなるじゃないですか。とても尊敬されませんよね。じゃあ3つ目、尊敬されるためのたった一つの方法、一体何か。とても簡単です。皆さん拍子抜けするかもしれません。え、それだけって思うかもしれないんですけど、これなんですよ。それは面倒くさいことをやるっていうことなんですよね。たったこれです。つまり勉強も面倒くさいよね、デジタル対応も面倒くさいよね、なんかズームを使って
オンライン商談とかオンライン会議、ちょっとあれ違うんじゃないの？お客様の顔色って伺えないじゃんとか、オンライン会議やっててもなんか意思疎通しづらいじゃんって、あなた慣れてないだけでしょと。単純に、ズームの使い方知らないだけでしょ？設定の仕方知らないだけでしょ？その、ズームとか、オンラインのツールを使ってコミュニケーションすること、ちゃんと勉強してないだけ、慣れてないだけ、なぜか面倒だからでしょっていうことです。今まで慣れてきたこと、ずっとやってきたことを変化させるのが面倒なだけなんですよ。主体性を発揮することもそうじゃないですか。当事者意識を持つこともそうじゃないですか。なんで俺に言うんだよ！部長に行ってこいよ！じゃなくって自分で部長に行っていくんですよ。よし、わかった。部下の君がそうやって言うんだったら俺がこう判断する。大丈夫。部長は俺が説得するから。この説得って面倒だからでしょ？単純に。だから、俺じゃないんじゃないの？部長に直接聞けやみたいな感じで言うわけでしょ？この面倒くさいことを上司が率先してやるわけですよ。デジタル対応もそうだし、率先してね、リモート営業やってます。慣れない在宅ワークもやってます。そして常に本読んで、そしてニュースを見て、なるほど、こうなってるんだって。で、みんな集めて勉強会開いたりすると、上司って常に勉強してるな、常に新しいニュースを感度高くしてキャッチアップしてるなと。そして新しいツールもいち早く取り入れて、でこういう風にやるとうまくいくらしいぞ、これやってみたら、あったら、あ、課長もう50歳過ぎてるにもかかわらず早くやってる、俺たちも負けていられない、私たちも頑張らなきゃって部下が思うわけですよ。自分たちもめんどくさい。だけど上司はもっともっと忙しいにもかかわらず、私たちよりもさらにめんどくさいことをやろうとしてる、尊敬できるっていう風になるわけです。感情のコントロールができないと人は尊敬されないわけですね。これは親もそうだし、子供もそうということですね。友達もそう、同僚もそう、先輩もそう、社長もそう、そして上司も部下もそうだということです。皆さん、めんどくさいことをやってますか？余罪管理っていうのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込むっていうことですね。これ何がみんなね抵抗するかっていうと、目標の2倍の余罪を考えることがめんどくさいからです。このめんどくさいことに慣れていきましょう。今回の動画いかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったっていう方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そしてさっきからご紹介している余罪管理について興味があるっていう方は、概要欄で紹介されているサイトを訪れていただいて、資料請求とか無料のシートダウンロードぜひぜひやってみてください。ちょっとめんどくさいかもしれないんですけども、慣れていくととてもシンプルなマネジメント、シンプルなマネジメントでうまく部下も育っていきます。そして上司ももちろん尊敬されるに決まってます。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。